モーニング娘。テズラの羽賀茜です。はい、牧野マリアちゃんとはモーニング娘。の12期メンバーで同期なんですけど、マリアとは結構普段からメンバー全員で一緒にいるときに、なんか自然と隣にいることがすごく多いなって感じていて、特別こう話、共通点、話す、同じ話をするっていうわけでもなく、なんだろう、隣にいると安心するし、多分私今モーニング娘。の中で一番仲いいメンバーは誰ですかって聞かれたら、多分牧野マリアちゃんですって答えるくらい、すごく安心感がある、もう同期でよかったなって思えるのがマリアですね。でマリアは本当にいい意味でも悪い意味でも考えていることが読みにくくて、なんだろうな、こういつもホワホワしてて自分でもコアラみたいって言ってるんですけど、こう考え事をしてるのか、すごく結構常にぼーっとしてるイメージがあって、うん、みんなで全員で話してる時に一通りその話が終わった数分後にマリアがその話を持ちかけてくるんですよ。マリアその時いたのに話聞いてなかったんです、私たちのっていうことが結構あったりするんですよね。でもそれって結構マリアの私個性だと思っていて、こう結構マリアはパフォーマンス面ではすごくしっかりしているし、こうダンスレッスンの時に休憩って言ってお茶を飲みに行く時間が、お水とかね、お茶を飲みに行く時間があるんですけど、もうすぐ水分補給を終わらせて、こう一人で鏡の前でポーズの練習をしたりとか、歌の練習とかもツアーでこうね、ボイトレの先生とかにすごくたくさんいろんなことを聞きに行っていて、なんかこう常にパフォーマンスを向上させようっていう気持ちが強いんだなって思って本当に尊敬しています。そうだから本当にマリアはなんか背伸びをせず、このままのマリアでいてほしいなって、ずっと野球が大好きで、ちょっとコアラなふわふわふわしてる感じもありつつ、すごくかっこいいっていうマリアが私は一番好きなので、このままでいてほしいなって思います。これからもよろしくお願いします。というわけで以上、モーニング娘。トゥーゼロの羽賀茜でした。自分のことをコアラみたいと思っている、うん、似てるなって思うことが多いので、うん、前世がコアラだったんじゃないか。見た目じゃなくて雰囲気、考えてることが、でもずっとぼーっとしてるイメージあるけど、うん、割とコアラってちゃんと考えてると思うんですよね。その周りから見ると多分ぼーっとしてるように思うけど、でも自分は自分でちゃんと違うことを考えてるから、うん、そうぼーっとしてるようで考えてるっていうところが似てるんじゃないかなと思う。待って待って、それは牧野のアピールとして、うん、ぼーっとしてるって、ぼーっとしてるように見えるけど私は考えてるよってことを今言いたいのかな。あ、そうです。あ、なるほどね。なるほど、わかりました、わかりました。それコアラの話というよりは牧野マリアとして、はい、ぼーっと、皆さんの目にはぼーっとして映ってるかもしれないけど、うん、マリアなりに考えてるよっていうことを、はい、それをコアラみたいって表現をされてるんですね。で、はい、コアラも同じなんだろうなっていうのが、なるほど、思ったのでこれがね、ね、確かにね先生、世の皆さんはこの、ね、YouTube 見てくださってる方はコアラって言うとボケーっとしてるイメージそのままじゃないですか、きっと。本当はちゃんと考えてるんだぞっていうコアラっていうのを、そういう風に評価してる方って少ないと思うんですよね。はい、でもそういう説明をいただけると分かりやすいですね。分かりやすいですか。なるほど。でもまああれですよね、コアラもこう、うん、優しそうだけど、なんていうんですか、結構凶暴なところが、ね、うん、あるっていう、野生のところが、はい、うん、そういうところがお持ちですか。あ、そこもあるんじゃないか。いや、私が小さい頃、うん、動物園行った時に、うん、コアラが、うん、を見たんですけど、うんうんうん、ぼーっとしてた。マリアっていう名前だったんですよ。あ、もうこれでもうマリアだと思って、うん、なるほど。そこからですね、自分がコアラと似てるなって思ったのと、なんかなんかあるなっていう親近感が湧いてしまったんですね、はい、そこで、はい、でも茜ちゃんすごいいいことたくさん言ってくれてましたね。嬉しいです、ね、で一番仲のいいお友達だと思う、うん、はい、羽賀茜ちゃんはそうですね、同期なので、うん、そのよく隣にいるっていうことが多いって言ってましたけど、うん、その楽屋で好きな席に座るときに、うん、自然とそのアカネチンの隣にいることが多いので、アカネチンって呼んでるね。アカネチン、そうです、アカネチンの隣にいることが多いので、それ何を、そうです、もう同じこと言ってしまうけど、何を話すっていうでもないけど、自然と隣にいるっていうのは多いんです。ただなんかみんなで会話してても、うん、あんまり聞いてないみたいなことも言ってましたね。聞いてるんです、考えてて、何か考えてるんだ、考えてる、考えてて、あ、でもやっぱこうじゃないみたいな、うん、考えを出すのが遅いんですね多分。でもその一面、休憩はすぐ終わって自分のパフォーマンスのことをよく常に考えてらっしゃるというふうに見てらっしゃるね、茜ちゃんも。これはもう研修生の時ですけど、牧先生がそのできないことは
そのできないならもう2倍頑張る、人の2倍頑張るしかないねっていう話をしてくださったので、それから自分が全然歌もダンスも得意じゃないからその分頑張らないとっていうのはずっと意識してます。なるほど先生、いいお言葉を。できないなら人の2倍やれと。そうですね。でも確かにまあ、今の時代どうかはよくわかんないです。もちろん休憩も大事ですけど、うんうん、その休憩時間をどう使うかで、うん、やっぱ分かんないことを分かんないままお家に持って帰ると今度帰ってきた時はもっと分かんなくなって戻ってきてしまうので、うん、それはよく特に彼女は地方だったから会える時間が限られていたので、だからそこはできるだけここでねちゃんと、はい、分かるようにできてもできなくてもいいけど、何ができててできないのかってことが理解した上で1週間なり2週間なり会えない間を練習してきてくれた方がより成長してくれると思ったので、それは結構厳しく言ってたと思いますね。すごい、その言葉がちゃんと身についてるわけです ね嬉しい、すごいです素晴らしい、ありがとう